はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きはるまりことはるきまりです。さあ、本日はですね、こちら、忍者ウォーリアーズで遊んでいこうと思います。こちらはですね、もともと斉藤さんから、稼働されたアーケード用の横スクロールアクションゲームになっております。斉藤さんから出ている、アーケードゲームだと、超名作ダライアスの、に続くですね、3画面の筐体ゲーム第2弾という形でね、出たものになっております。今回ですね、この忍者ウォーリアーズの、移植でね、メガドライブ版のゲーム出てるんですけれども、それがですね、メガドライブミニ2になんと収録されるということが決まりましたのでですね、今回、それを祝して、っていう気持ちも込めて、このアーケード版でちょっとね、遊んでいこうと思います。さあ、遊んでいきましょう。ステージは一応トータルで6ステージあります。まあ、2人プレイがね、割と楽しいゲームなのかなと思いますけれども、1人で遊んでいきます。さあ、クレジットを大量投入してスタート。あ、もう始まってるわ。私が今このピンクの金髪のお姉さんを操作しています。金髪の、はい、忍者お姉さんね。音楽いいよね。で、基本的にはこういうのと、あとこうやって防御もできる。あっちょい。あと手裏剣も投げられます。で、手裏剣は今、23しか、ないんですけど、なんか忍者系の、確か、敵みたいなやつが出てきたときに、おい、そいつを、倒すとですね、弾をゲットできるとかだ、弾っていうか、なんだ、手裏剣をゲットできるとかだったはず。いや、敵のさ、うまかったね、今。敵が結構、うわ、忍者系の敵ってこいつ、まあ、やっぱ背後をね攻めるってのがいいよね。すごい猫背がすごいね。猫背がすごい痛い。あ、でも食らってない。ノーダメです今のところ。基本は私こうやってしゃがんで攻撃するのが好きなんで。ウェイウェイ、いいよ。攻撃しつつ行こう。ちょっとこういうね、ピストルっていうの、あれ銃系はちょっとやっぱり距離があれだからね。食らっちゃった。ついにあいつやばいの投げてくんのよ。よいしょ。あ、ちょっとあと銃になっちゃったな。手裏剣が、なるべく手裏剣をね、こうやっぱ手裏剣強いんでね、うまく使っていきたいんですけど。進め、この壁紙っていうのか、壁とかも可愛いよね。あとこう、更新の感じがいいですよね。この忍者の。ね、なんか音楽に、おい、いっぱい来た。音楽に合わせてさ、歩いてる感じが結構好きなのよ、私。今飛ぶ予定なかったから。はいはいはい、おじいちゃんたちを、向こうでのおじいちゃんたちをやっつけて、そうだね、やっぱりあのおじいちゃんの忍者みたいなやつを、やっつけると、手裏剣が5枚もらえるっていうシステムですね。あー、ハンバーガー違うよ。やばい、頭があらわになっちゃった。やばい。あー、もうやばい。これはもう使いまくっちゃった。もうなくなっちゃった。やばい。上半身が機械になっている。首やばいもんね。もうちょっと今手裏剣ないか。犬かわいそう。犬はかわいそう。めっちゃ来るねえ。この犬がやられてるとき、これキツネ？犬じゃなくて。やられてるときの音がかわいそうよね。ピクンで。ただまあ、もう、私に歯向かったら終わりだということをね、教えてあげなきゃいけないね。本当に。よいし
しょい。よいしょい、よいしょい、よいしょい、あー、危ない。やばい、タイムが。あ、痛い。よし、無視しよう。はい、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 はい。よいしょ、大量だな。大量ですよ。退散しろって言ってますけど、おっと死んだびっくりした。コンティニューして、よいしょ。急だからさ、急に出てくるからびっくりした。でもさ、これはやっぱ背後を狙うのがいいかな。痛い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 。どうしよう、どうやろうかな。あ、やった、やっつけました、似たものを。危ない危ない、ギリギリだったね。スラム街。さあ次は軍事基地ですね。軍事基地めっちゃ犬いない？めっちゃ犬おる。ここが軍事基地。軍事基地にしてはマジで獣が多い。敵に出てくるかな。よっ、お兄さんたち。お兄さんたちはね、別に人数が多いだけで。おーい、え、どっから？あ、お前か。これはちょっと、あ、これ乗っちゃえばいいんじゃないの、こうやって。あ、ちょっと早いな、ちょっと戦車早いな。痛い、え、こいつむず。いやん、むず戦車。こうか、こうか、こうか、いい。もう無視しちゃおう戦車は。ちょっとハマってちゃんだったから。いや、やばい人います。おほほほ、皮膚じゃん。人間じゃないの出てきてるじゃん。人のこと言えんけれども。え、こいつはやっぱこう背後、背後か。いやいや、熱い、それは熱い。やった、あれがそう、ボスじゃないってのがすごいよね、火炎放射人間が。やばいやばい、やってやりましたわ。何人いる？あ、やば、あと2、あと19か。手裏剣がやっぱ少ないのがちょっと痛手だよね。もうだいぶ肌見えちゃってるもん私。やだ、焼けちゃうもんね。あー、犬犬犬はまずい。犬はマジでまずい。犬はマジでまずい。犬結構強めだから。あとね、攻撃パターンがたまにむずいから。お、お、お、ああ、待ってた、待ってたよ、おじいちゃん。おじいちゃんは、ね、手裏剣の弾をくれるんで。あ、死にました。コンティニューして、おじいちゃんに手裏剣の弾をもらおう。ちょうだい、弾ちょうだい、弾ちょうだい、弾ちょうだい。じゃあ、よし。35。このね、しゃがみながらね、振り回すのが私は最強だと思ってるから。やばい。使っちゃった、手裏剣。もうしょうがないね。やっぱ銃を、なんかちょっと足痛めてる？なんか足痛そうな歩き方してたよね、今。
丈夫かな。結構一面ずつごとのボリュームがすごいんだよな。ねえ、ちょっとなんか足痛そうな歩き方してんな。いて、ちょっと足痛いね多分。ちょっとなんか小指をさ、ねえ、タンスとかのさ角にぶつけた時の歩き方してたもの。犬、いや獣多い、獣多い。で、そろそろかボスっぽい音したな。うわい、なに、なに、どこ、いや見えませんね。やられました。だ、来たわ、お前か。こいつはどう、本当どう、無視でよって言って、あ、無視しちゃダメなんだ。あ、なんかクラッと音しましたね。あ、落ちちゃう。こいつ結構大変だよ。出てこないし、やっぱめっちゃ端っこに行きながら、やったー、やったー、やっつけた、めっちゃ嬉しい。こいつ結構強かった。で、先に行けんの、あれ、あ、先に行けましたね。やったー、ステージ2もクリアだ。まあ結構コンティニューしてるけどね。さあ、ステージ3格納庫です。いて、ぶつかっちゃった。いきなりぶつかっちゃった。まあまあぶつかりに行っちゃった。まあまあもう肌あらわになっちゃってるもんな。音楽かっこいいんですけどね。もう足痛そうな歩き方してるもの。かろうじて右足のねスニーカーみたいな。痛っ、頭が痛っ。そういうことか。もう安全地帯じゃん、安全地帯。完全に今、ね、鉄パイプに向かって、あ、コウモリ？コウモリ来たな。鉄パイプに向かってなんか、結構、あ、いいね、こいつすごい手裏剣くれるじゃん。びっくりしてる人いましたけどね。怖いな、死んじゃいそうだな。もう惜しげもなく手裏剣投げちゃうからね、こっちは。やばい、もうもうお腹の骨も見えてる、恥ずかしいね。もうガタガタだよ多分。ちょっと煙出てるもん。ここに来て君たちが出てくるのね。いや、これは一体ずつやった方が絶対いいと思うんだけどな。よし、行った、やった。いや、もう死にそう。回復欲しい。回復みたいなのがあればいいのにね。手裏剣は嬉しいけど、回復しないとちょっとやばいもん、今。あん。いやー、手裏剣いっぱい集めたのになぁ。私の集めた手裏剣が、52まで集めたのに。この時めっちゃほんとアインしてる。あ、忍者かっこいい。ちょっと私の好きそうな忍者。ボスか、ボスか、ボスか、どうやろうかな。あ、よし、一人やったぞ。いっぱい出てくるな。これボスじゃないわ、この人数は。じゃあなんか中間ボスみたいな、中ボス的なやつ。あ、死にました。強っ、かっこいい。どうやって倒そうかな。よいしょ。あ、いた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 。あと一人じゃないか。いや、こちらも防御しちゃうよ、そしたら。こいつ強いな。全然中ボスじゃん。ね。いや。いや、もうゴリゴリ行くしかないんだけども。やば
やばい、やっぱ、する舞台来てる。おい急な登場やめて、本当に。私やっぱ背後からやるのがいいかなと思ってるんだけど、今のところ。痛い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 。よし。あ、ボスじゃないんか。一面のボスだっただけ？痛い。やばい、流れ弾あった。そろそろ、ボス来てもいいんじゃない？あ、なんかいるぞ。いいんじゃ。こいつボスか？ボスかい？ボスかい？ボスじゃない。ボスじゃ、頭やられましたね。頭がっつりやられましたね。ボスじゃないのか。背後を狙いたいけどね。よし。ボスじゃなくて普通にあれか。あの、手裏剣増やすための登場人物か。いや、なんかいいステージ長いのよ。結構ボリューミーな格納庫ですね。ボスっぽいの来たー。こいつ多分ボスだ。こいつ聞いてるかな。たまに聞いてる音すんな。投げてくる。後ろ回りたいな。いってー。え、ちょっといいんじゃない。ちょっと一瞬聞いたんじゃない？いやー強い。いやもう手裏剣なくなっちゃったから、もう体当たりで行くしかない私。ははですよねー。いやー頑張ろう。これでいいよいいよ。もうゴリ押ししかやった。なんだ？アイテムあとちょっとだったんじゃ。よし。で、今ステージ3クリアか。いや、全部いけるかな ?4、5、6、あと半分？え、何ここ？ビル街。ビル街ですね。いや、強いもん、強い人たちが普通に現れ始めてるもん。これはやばい、やっぱ背後だな。やっぱ忍者なので、殺人マシーンのね、忍者なので、やっぱこう、人の背後をね、普通にクレジット追加したけど、いかに背後を狙うかというのがやっぱ重要になってくると思うのね。やっぱね、くの一たるもの、人の背後をね、狙ってこそみたいなとこあるじゃん。よいしょ、い。えい、えい、えい。いいよ、いいよ。あ、もうちょっとなんかちょっと足痛い？大丈夫？もうでも半分ぐらい体力やられてるんだよな。よし、すね攻撃だ。いやー敵の数多いな。敵の、あ、犬、ビル街にもいるね、犬は。よいしょ、結構ね敵の数が増えてきてるからついに。いや、それやばいのよ、ボンってやつ。コンティニュー。犬、いや、あ、それ結構避けんの大変。ジャンプで避けちゃおうかな、ワンちゃん。かわいそすぎるから、そうしようって言った瞬間にやったけど、ある程度ワンちゃんは避けるありだ。うわい！びっくりした。めちゃくちゃびっくりしました今。え？よし。いい。いや、そろそろ忍者来てほしい。うわ、お前もいるんかい。行って！戦車か？戦車か？どこ？
切れた。うー、なんか食らった。こっち、いい、ありがたい、ありがたい。こいつらはありがたいんだけど、やっぱある程度距離感を保ちながら。見えなくなっちゃった。ある程度距離感を保ちながら手裏剣がいいね、戦車には。いい、いいよ。だいぶビル街も進んできたんじゃない。なんか突如現れる敵は何なんだろうね。人間を反してるでも、今なんかあとどのぐらいの距離感でボスに出会えるのかを知りたいけどね。だいぶ進んできてる感じがするんだけどね。よし、ボスか。全然違う、一般の方、一般の軍人の方だった。よいしょ、17か。ちょっとそろそろ忍者系出会いたいね。この音すげえな、音する。見て、なんか戻された。あー、戦車、戦車強すぎん。だったら当たったっしょ今。よし、あ、結構当たってると思うんだけどな。よし、いや死にそうだな私。あれボスか。急にね、マンホールの中入ったね。あ、で、ステージ5かな？地下水路。あれ、もうステージ5行った？かな？会いたかった。会いたかった。手裏剣を私目に手裏剣を。なんか君ちょっと強くなった？よし。あれ、もうなんか嫌な感じだな。待ってればいいの？あ、これやっつけてる一応私。あ、じゃあもういつも通りシパシパしながら。あー、ちょっと嫌ですね。これは、コウモリちょっと嫌だな。ちょっと一回捉えミスると終わるな。食らってるもんね、確実に私が。ここはさ、オッケー、そういうんじゃなくてひたすら進むのね。あ、よそ見、よそ見、よそ見。ステージ、あ、ちょっとコウモリちょっと嫌かもしれん。集中できない、この人間との戦いに。あとちょっと水路で動きにくいね、やっぱりね。足元がさ、やっぱりおぼつかない。あ、会いたかったのに。ちょうど会いたかったねえ。あ、いっぱいいるのね。オッケー。やっぱりちょっと水路だから動きにくいんだよな多分。なんかね、操作の感じが急に、やっぱ足が重たい。よし、よし、いる。あ、ちょっとコウモリ待って、ちょっと手裏剣でそういうところだ。オッケーオッケー、コウモリ手裏剣倒すのはなしってことね。理解。君たちここ入ってこれないでしょ。あ、今入ってこれるのね。結構進んでるっちゃ進んでると思うけど、強くなってきた。後ろ回りたい。よし。いやー、コウモリいるってやだ。やった。やってやりましたよ。忍者はね、
あのくのいちのライバルはいらないかな。今どれぐらい進んでるんだろうか。そろそろボスかい。あのでもステージ4のボスが戦車だったのかっていう謎はあるからな。今がステージ4なのか5なのかっていうちょっと謎を抱えてるよね。4かもしれないよね。やばい、勝っちゃおう。ちょっと手裏剣を温存してるけど、かっこいい。このさ、くるんって回るの、くるんって回るのめっちゃかっこよくない？あ、なんかこの人たちはどうやってそこに入ったんだろう。知らんかい。うわー、忍者、ここで忍者開けるとこうちょっと動きづらいな。こいつかっこいいんだよな。あれ待って、私コインを投入してなかったから、もしやステージ戻り、あとちょっとだったのに。それは悔しいな。頑張ってよ、やり直します。はい、だいたい多分15分から20分ぐらいねかけて戻しました。めっちゃ悲しかったよ、ほんと。無言でね頑張った。まさかのですね、いいところで、コインミスだよね、あれ多分ね、コインミスでですね、あの残コインが足りずに、まさかのコンティニューできずに、はい、最初の画面に戻るという悲しい結果がね、悲しいことが起こりまして、でさすがにちょっとね、いやだいぶいいとこまで来た。だってこれ今のね、この地下水路のところまで来てて、これがステージ5なんですけど、ステージ6までだからね、このゲーム。ちょっとさすがにエンディング見たいなと思いまして、頑張ることにしました。なんでちょっとここまで戻したんで、ここの地下水路のステージ5からまた、はい、進めていきます。本当悲しかった、見覚えのある敵と戦うの。ちょっと上手くなってたもんね。やっぱ 2周目だから、勝手に2周目だからさ、欲しいな。でも怖すぎてさっきからコイン投入しまくってます。うん、でもステージ5でしょ。いやこれはエンディングが見れる可能性大ありですよ。頑張ろう。痛い、どこまで行ったんだったっけね、覚えてないわ。さっきもう怖すぎてコインをね投入しまくるようにしてますよ。どこまで行った、さっき。この犬はかわいそうなんで、あんまり殺しすぎないようにするんですけど、その結果自分が死にそうだな。あ、なんかこいつ見覚えあるの、さっきここまで行ったんか、もしや。なんかこいつ見覚えあるわ。ここまでかもしれない、ここまで。いや、この狭いところで戦うの絶対無理。あ、よし、なんか意外とスムーズに行ったな。いや、こっから新エリアの可能性ある。いいね、なんかすごいいっぱい忍者の類が出てきてるってことは、もしや結構あれかい、もうすぐボスかい。いや、私に
あの、すり金を蓄えさせているということかなと思ったんだけれども、違うのかな。もう怖すぎてコイン投入しまくるよ。ボスだ。あーこいつか、こいつめっちゃ、うわー、ありがとう。この忍者のおじさんは好きなんだけどさ、なんかすごい挟み撃ちにしちゃった、ごめんね。こいつはいいのよ。こいつはどうやって倒すのが正解なのか未だによく分かってなくてさ、なんかこれ当たってるっぽい音する。なくなっちゃった。あーもうこれダメです。突入しまーす。だよね。これは忍者でじゃなくて手裏剣で倒すのがいいのかな。ちょっとなんか私的にはこうやって背後に回っ、あーちょっと背後に回りたい、背後に回りたいのよ。すげーな背後に回りたいんだな。背後に回ってね、ジャンプをさせ、ジャンプしたい、ジャンプしたい、よし、いいよ。あー、めっちゃ飛ばされた。ジャンプをしたいのよ。え、どうやって倒すのがいいんだろう。ボコボコに殴られてるけど。え、もうちょっとあっち行ってくれない、ちょっと邪魔なんだが。たまに聞いてるよ、たぶん。よっしゃーい、やってやりましたよ、あいつ。めっちゃ強かったよ。え、これで最後のステージかな。あ、最後のステージっぽい。最後のステージは結構ね、なんかね、時間が、時間制限がやばいみたいな噂を聞いたことあるんで、ね、バコバコに行きたいと思います。怖い。いや、多いな。見えないし。敵ばっかじゃん。いや、絶対敵ばっかなんだけど。強い。あ、でもこれ最後のステージ。頑張る。よし。あ、なんか、知らない敵おる。ねえ。スターウォーズに出てきそうな掃除機の、掃除機の敵がいます。から倒す？いや、まずこの、ね、猫背おじさんから倒したいところで。こいつは倒せんの？無視しようかな。倒してんのかもしれん。これは、ああ、ダメか。ちょっと、強いな。格段に難しいですね。あ、なるほどね。殴りまくって、殴りまくればいいのね。あの機械は。オッケーオッケーオッケー。理解。あ、階段登るんじゃないんだ。階段登るんじゃない？やっぱり。登るんじゃないんだ。あ、登るんじゃないの？進めないです。あ、登りました、無事に。階段登るの大変だったな。どうやって登ったか忘れないようにしなきゃ。やめて、ちょっと待って、階段のどうやって登ったか忘れちゃったんだから。もうどうやって登ったっけな。これ登らない階段なの。双方から来すぎてもう声を失ってた今。はっって、いや、これは大変だ。こうか。
いやーこいつも出てくるの。いやこいつ普通に出てきていいレベルの敵じゃないのよ、めっちゃむずいんだから。こいつめっちゃ大変なんだから、倒し方よくわかんないし、まだほんと最後のステージの難しさ尋常じゃないんだから。だがよっしゃー、で枝伸ばっていく。何回あるんだろう。危ね危ね、ちょっとまずこいつやるわ。お互いのためにもまずあいつをやった方がいいと思わない？ねえ、お互い集中できないもんね、戦いに。でこれは階段の上に行くんじゃなく右に行くのかな。あ、上に行くんですね、ごめんなさい、間違えちゃった。むずー、うん、さて、おっと、これはもうでもおじさん別に大変じゃないから。当たった、悔しい。これ何階建てのお屋敷なの、ここは。ちなみにそれによってちょっとやっぱモチベーションというものがあるじゃない。もうそろそろ、来た、いっぱいあるけど階段。じゃなさそうな気配、こっちか。そろそろボスかな。ねえ、なんだ、あーお前か、すごい嫌な音したもん、やばい。これはちょっと待って待って、お互いのためにさ、違うじゃん、お互いのために倒す順番っていうのがあるじゃん、そこは。ほんと、わがままなんだから。お、なんか一発でやってきたぞ。マッキー。音楽かっこいいな。下がるってこと？迷路みたいになっててむずいな。で、あそこ、その右を上がるのか。ああ、びっくりした。あれ違う、じゃ、うわぁ、めっちゃ入り組んでんだ。なるほど。じゃあ、壁倒した方が早く、あ、こいつやばいやつ。壁を壊しちゃった方が早くないでしょうか。こんなさ、ねえ。熱いのよ、熱いのよ、この人。で、上に登っていくのか。ややこいね。いや確かにこれは時間がなくなるのもわかる。だって一切走んないんだもん、くの道。そろそろか。ほっと、なんか来そうな予感はしてたよ正直。そろそろなんじゃないかい。ラスボスどんなんだろう。うわ、お前もいるんかい。お前は強すぎるのよ。てか、なんか、あれ、裸？下半身裸じゃん？一応着てるか。下半身裸かなと思っちゃった。いて。いや、マジでこいつはやばい。こいつの正しい一瞬での倒し方教えてほしい。いい。と、吹っ飛ばされるのよね。この形、名前は存ぜぬが。いい。多分このビヨーンってなった時に避ける的なあれでしょ。分かってるんですけどできないの。あーやっつけられなかったか、惜しいな。あとどうせ 3回ぐらい当てればいいしね。よいしょ、いいんだよ本当に。いやもう吹っ飛ばすのやめて。
マジで吹っ飛ばすのだけはやめてくれ。後ろに回りたい、後ろに。あ、やったと思ったけどな。ダメっすか。よし、苦労しやしたよけどさせやがって。ラスボスか。え、なんかゴールドの、なんかラスボスみたいなおじさんいる。あれラスボスか。ちょっと待って、これはこれは無理だな。これはきついね。これはちょっときつすぎるね。もうラッキー、もうラッキーやっつけを狙うしかないんですよね。この黄色のおじさんラスボス？あ、ラスボスだったらいいね。がぜんやる気が違うよ、こちらも。人間邪魔だな。やめて、その撃ってくるの、遠方から撃ってくるの。いや、大勢大勢大勢、時間かけてでも絶対やっつける。コンティニューして、コンティニューから復活のタイミングが狙い目だから。多いな、敵多いな、見えないよもう。いや、背後に回してほしい、本当に。やったー、おじ、金おじやっつけたよ、金おじ。そろそろですね。お前か。え、弱そうなんだが。あ？え？え？え？ミッションアコンプリッシュ。やった。この最後の人弱すぎん？え？私死んだ？私自爆装置やったってこと？とりあえず大統領を暗殺しましたけどね。え？革命を、なんか切な、せ、え？切ない終わりの説ある。遥かなる大地のざわめきも、あ、ちょっと早いっすね。え？不死身の殺人、狂った殺人マシンだから自爆させられたってこと？え？頑張ったのに？切なそういうこと？一応ストーリーとしては、1993年が舞台で、その悪の独裁者、バングラっていうのが大統領に就任してから、もうなんか結構大変な、なんかね、人々が洗脳されたりとかして、社会がもうぐちゃぐちゃになっちゃったと。で、それを直すために革命軍のリーダーであるサー・マルクっていう、多分さっきあのボタンポチってした人だと思うんですけど、が、もうそのね、大統領じゃ暗殺しようって言って、忍者をモチーフにした殺人マシンを、こう、送り込んだっていうストーリーなんですよね。で、私が、操作してたのが、くのいちっていう名前の、殺人マシン忍者。で、二人プレイやるともう一人忍者って名前の殺人マシン忍者が出てくるんですけど、まあそれで今ね、なんとか大統領の、お家まで行って、倒したんだけど、なんか切ない話ですね。うん。だから、結局うまく、その、作戦通りに、うん、倒したってことか。まあ、バンクラをちゃんと暗殺して最終的に最後、まあ、手裏剣はなぜか効かなかったんですけど、すごいこう避ける、なんか動体視力がすごいのかな。でも最後ね、なんかピシュンってやっつけましたけど、Please don't kill me って言いながら、命乞いしてるところをビシッと、はい、説明させて、まあ、一応、ストーリーとしては無事エンディングと、形でございます。いや、アイアンアーム？ゲームオーバー？はい、ということでいかがだったでしょうか。これがね、メガドライブ版に移植されたものが、メガドライブミニ2に収録されるということで、非常に楽しみなんですけれども、
本当アイアンアームがね、強すぎた。強すぎました。とりあえずね、エンディングまで見えて、まあ良かったですけどね。はい。非常にもう左手の親指が痛いです。はい。メガドライブ2もね、楽しみでございます。ということで本日は以上、ご視聴ありがとうございました。